アフリカ系アメリカ人の元バスケットボール選手及びオリンピック金メダリスト。ミシシッピ州、シルバーシティ出身、デトロイト大学中退。身長203センチメートル、体重102キログラム。1970年代を代表するパワーフォワード。大学在学中に1968年、メキシコシティオリンピックで、 アメリカ代表として金メダルを獲得した後、1969年には、プロリーグ ABA のデンバーロケッツに入団し、ルーキーにして ABA の主要個人タイトルを総なめにした。NBA に移籍した後も各チームで活躍し、1983年に現役から引退。背番号24はシアトルスーパーソニックスの永久欠番となっている。 初めて ABA から NBA に移籍した選手であり、また NBA ドラフトにアーリーエントリー制の導入を促した選手としても知られる。2015年に殿堂入りを果たした。スペンサー・ヘイウッドは、スティービー・ワンダーの歌、リビング・フォー・ザ・シティの舞台にもなったミシシッピ州の貧困の街で、10人兄弟の中に生まれた。ヘイウッドの一家は、 貧しさから逃れるために都会を目指し、シカゴに移り、さらにデトロイトに転居した。パーシング高校でチームを州チャンピオンに導き、バスケットボール選手として、頭角を表したヘイウッドは、コロラド州のトリニダード州立短期大学で1年間、過ごし、1967から68シーズンには28.2得点22.1リバウンドを上げ、 全米から注目を集める選手となった。1968年の夏には、メキシコシティオリンピックのアメリカ代表に招集され、大会では、平均16.1得点を上げて、チームの主要得点源として活躍し、見事に、アメリカ代表を金メダルに導くとともに、FG 成功率71.9%という、アメリカ代表記録を作った。オリンピック後にヘイエウッドは、 デトロイト大学に転校。1968から69シーズンは32.1得点21.5リバウンドを上げ、NCWA のリバウンド王に輝いた。素晴らしいカレッジ選手となったヘイウッドは、もはや大学でやるべきことはなくなったとし、大学の残り2年間を残して、プロの世界に入ることを決意した。当時 NBA は、 大学生の NBA ドラフトへのエントリーを禁止していたため、ヘイウッドはもう一つのプロリーグ ABA のデンバーロケッツと契約した。ヘイウッドのプロデビューは花々しいものだった。1969から70シーズンの成績は30.0得点19.5リバウンドで、ルーキーにして得点王とリバウンド王の2冠を達成。アメリカプロバスケ史上。 ルーキーシーズンに通算2500得点を突破したのはウィルト・チェンバレーン以来二人目であり、また平均19.5リバウンドは ABA 歴代1位の記録となった。CBS で全米放送されたオールスターゲームでは23得点19リバウンドを上げ、オールスター MVP を獲得。当然のように新人王を受賞とするとともに、 さらにシーズン MVP にも選ばれた。ヘイウッドは1年目にして ABA の主要な個人タイトルを総なめにしたことになった。ロケッツは前年を上回る51勝を挙げ、プレイオフでは1回戦でワシントンキャピトルズを破り、デビジョン決勝に進むが、ロサンゼルススターズの前に敗退。ABA をわずか1年で去るヘイウッドにとって、 優勝は取り残した最後のビッグタイトルだった。輝かしいルーキーシーズンを過ごしたヘイウッドだったが、最初のシーズン終了後、NBA のシアトルスーパーソニックスと6年150万ドルの契約を結んだ。この契約は NBA の規定に引っかかった。当時の NBA の規定では、大学卒業前の選手との契約を禁止しており、 そして当時21歳のヘイウッドは大学4年生扱いとなり、この契約は規定違反となったのである。NBA は契約を認めず、撤回しなければ、ペナルティを課すと、ソニックスに通告してきたため、ヘイウッドは独占禁止法違反で NBA を訴えた。地方裁判所は、ヘイウッドのプレイキャリアを奪うことは不当であるとして、ヘイウッドの勝訴となったが、 その後の控訴審では一審の判決を撤回させたため裁判は最高裁まで争った最高裁は一審の判決を指示ヘイウッド側の勝訴が決まりヘイウッドのソニックス入団が決定したこの裁判は NBA ドラフトの規定に大きな影響を及ぼし翌年1971年の NBA ドラフトからは大学卒業前でもドラフトエントリーを認める ハードシップ制度が導入される。これはヘイウッドがプロでのプレーを望んだのは裕福でなかった一家の家計を支えるためであったことから経済的な困難を理由に NBA でのプレーを望む選手に限りドラフトへの早期エントリーを認めるというものだった。後にこの制限もなくなり1976年の NBA ドラフトからアーリーエントリー制が始まる。 裁判のために、ヘイウッドの NBA デビューは、シーズン終盤にずれ込み、1970から71シーズンは33試合の出場のみで、成績は20.6得点12.6、リバウンドだった。また裁判沙汰を起こしたヘイウッドに対しては、客席から、ヤジが飛ぶこともあり、ある試合では、アリーナの場内アナウンサーが試合前の選手紹介で、皆様、 皇帝の上に、不法な選手がいますとヘイウッドをあからさまに侮辱した。しかしヘイウッドは、周囲の度を過ぎた雑音にもめげず、本格参戦となった1971から72シーズンには26.2得点12.7、リバウンドを上げ、NBA のオールスターに初出場し、オール NBA ファーストチームにも名を連ねヘイウッドが、NBA でも、 一流選手として通用することを証明した。ソニックスでの5シーズンはリーグを代表する選手の一人として活躍し、1972から73シーズンには NBA におけるキャリアハイとなる29.2得点12.9リバウンドを上げ、カンザスシティオマハキングス戦ではキャリアハイとなる51得点を上げた。 1967年に誕生したソニックスは未だプレイオフ出場経験がなく、ヘイウッドを獲得して、以後もしばらくはプレイオフを逃し続けてきたが、ヘイウッド入団5年目の1974から75シーズンは43勝39敗を記録して、ついにプレイオフに進出した。しかしヘイウッドはこのシーズンを最後にニューヨークニックスにトレードされた。 ソニックスでの5シーズンの成績は24.9得点12.1リバウンドだった。ニックスでは平均得点が20得点を下回ったが、ボブ・マカドゥとのスコアリングに優れた、昇進フォワードコンビが注目を集め、1977から78シーズンにはニックスを3シーズンぶりのプレイオフ進出に導いている。1978から79シーズンには、 ニューオーリンズジャズに移籍し、さらにシーズン中には、ニューオーリンズジャズにトレードされ、そして1979から80シーズン開幕は、ロサンゼルスレイカーズで迎えた。このシーズン、レイカーズは、大物ルーキーマジック・ジョンソンが入団し、マジックに、カリーム・アブドゥルジャバー用したレイカーズは80年代の黄金期を迎えようとしていた。レイカーズは、 プレイオフを勝ち抜き、NBA ファイナルを制覇。ヘイウッドのレイカーズ所属はこのシーズンのみであり、また NBA 移籍以来初めて競合チームでプレーするヘイウッドに与えられた役割は限定的なもので、成績も平均9.7得点と過去最低に終わったが、ヘイウッドは ABA でやり残したファイナル制覇を初経験した。レイカーズ対談後、 1980から81シーズンはイタリアでプレーしたが、1981から82シーズンには NBA に戻り、ワシントンブレッツでラストシーズンを過ごし、1983年に現役から引退した。ABA、NBA13 シーズンの成績は、通算17,111得点8,675リバウンド1,541アシスト。 平均20.3得点10.3リバウンド1.8アシストだった。ヘイウッドは優れた身体能力を駆使し様々なシュートオプションを持ったスコアラーであり強力なリバウンダーだった。高い項を描くジャンプショット中でも昇進を利用したターンアラウンドジャンパーはヘイウッドの最も得意とした得点方法だった。殿堂入り選手のウィリスリードは彼は どのリーグでプレイしてもスーパースターだと称賛している。またテクニカルファウルの多さでも知られた。現役引退後は、デトロイトで過ごし、不動産業に携わった。また自伝ザ・ライズ・ザ・フォール・ザ・リカバリーを出版している。ニックス時代の1977年に、モデルのイマン・アブドゥル・マジドと結婚したが1987年に、離婚。 1990年には再婚し、三人の娘を、設けた。ありがとうございます。